最初で怖いかもしれないけど、一回こう手を結んでほしいです。で、ゆっくり組んで、それを自分なりにかわし方。そうそうそう。で、もう一回こっちやってください。そうそう。もう一回。そう。で、顔をなるべく僕の方を向いておかない。で、あと、もっと、そうそう、正面向いてると距離が、これでやるだけです、さっきの流れ。これだと、すぐじゃないですか。避けると怖いんで、ちょっとハスにすると、そうそう、そうすると、距離が稼げるんですよ。はい、で、避けるときも僕の顔を見ながらやると、顔の振りが自然になるんですよ。視線をずらすと、視線ずらしてください、こっちに。で、やると顔が動くのが大きいんですよ。で、やると危ないし、視線も持ち取った方がいいし、その安全なんで、そう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 、で、やるとあんまり顔が動いてないです。そう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 。視線はこっち、視線はこっち。そう、怖いかもしれないけど、視線こっち。うまい、うまい。そういう感じですね。で、やる方が動きやすくなるんです。視線が外す方が、あっちの方見とったら危ないじゃないですか。なんで、絶対こっちは視線だけはずらさずに、そう。で、そう。そういうことする。うん。そう。そうそうそう。そういうことする。うまい。うまい、うまい、うまい。いいや、いいや。そういうこと。いいよ、いいよ。そうそう。そういうこと、そういうこと。そう。で、視線だけは絶対こっちに取る。で、今も発生やってる方が距離が稼げるからさ、その見れるんですよ。正面向いてると、もう距離が、もうすぐ直なんで。なんで、発生に構えておいて、来る、そう、ゆっくり柔らかいはずに、そうそうそう、なるべくここで見る感じ。そう。見とく見とく。そう。そうそうそう。ってやられると、怖いです、こっちは。うん。正面もらっても、こう、なんていうの、顔に出さんっていうか。だから出すと、あ、当たったって感じが、めっちゃ嬉しくなるじゃないですか。だけども、例えばジャンプ見てください、僕にジャンプ。こうやって、いいですよ、見てください、見てください。こうやって、見てください、当ててください、当ててください、当ててください。こうやって、こうやって、もう当てられても、デコで受けるって言うんだけど、こうやって、もう見とけばいいです。ジャンプ見てください。こうやってジャンプ見てください。こうやって、今当たっても、あれ当たったのにって感じだな。はい。今はもう視線とかももう、全然そんなもう気にしないんで。要はもう目とかにボーン直撃したら無理かもしれないけど、ちょっとジャンプください。負けちゃうんですよ。こうやってやったら、画面そっちの方が出てくるんですよ。うん、なんで、もう、もらい方も、その、もらうにした、しても、滑らせるんだよ。そういう、そういう、そういう、なんで、避ける、避ける、と、こんな感じ。やっと、その、打つ方が痛いし、さっき当たったのになっていう、こっちが精神的にストレスなんです。その、全然顔に出さないんだよ。そうそう。そう。当たってももう、そうそう。多少はそんな、そうそう。そう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 、そういう感じだね。そういう感じ。そうそう、そういう感じ。で、やると、まあ、わかるでしょ。はい、なんとなく。そう、だから、ビビって、バーッとって、どうしようみたいな顔したら、もう、こっちにしてみたらめちゃくちゃ嬉しいです。やったーみたいな感じになるんで。だからもう、表情に出さない。出したら痛くて、もう、出したら怖いです。そう、そうそうそう、そういうこと。そういう、そういう、そういう。で、でも、今、かわすのうまいじゃん。うん、うまいですよ。そう、視線は外さない。もう、多少もらっても。そう、今、ジャブっていう芝居だし。そうそうそう。で、どうぞ。そうすると、はい、っていう方が恐怖感がなるので、次は手を上げて、こういう状態で、いつもこうやって避けるのを、で、ね、手やった方が全然楽じゃないです、はい。そういうカバーできるんで、はい、そう手がない状態になれると、腕があっても、こうやってカバーで、ね、しっかりカバーだけしておいて、ここで滑らせるんだ。ジャンプください。こうやって、ジャンプください。こうやって、こうやってでも、これで、ここに顔狙われても、こうやってたら当たるんだ。こっちジャンプできたら、ここでカバーしておけば、こうやってジャンプください。滑らしたら入りますからね。こうカバーして、それでも足ごと。で、もう一回後ろ足を引いてもらって。で、やるとどうする？入ったらボディ打てるじゃないですか。なので、この一番ぐらいのジャンプで見てください。こういう感じで足だけ残ってると、もう一回右が来るって可能性あるんですけど、足を避けて、ガーッて入っちゃうと、はい。打とうとしてももう、はい、打ちづらいって。こんな感じ。避けるときはカバーしたら、足元入ってくる。その後ろ足、ね、引きつける。そうそうそう。で、と、僕の方が体が浮いてるもんね。要は、僕の方が体が低いと、あれやけど、そうやって自分から避けて入ってくると、下から上なんで、うん、力がそっちの方が入る。体の状態浮いちゃうと、いくら頑張っても、ダメージがあるパンチ、こっち打てないんで。なんで、外したらすぐ、そう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 。そうそうそう。あとは、顔をさっきみたいにカバーしながら、カバーしながら、そう、カバーしながら避けるってやるとめちゃくちゃ嫌です。まあ、手が上がってると。手下がったらこれやったら。で、これと一緒じゃないですか。手だけしっかり上げとく、上げとく。で、やっとけば、準備できれば、こっからストレート打てますから。手が上がっとれば。上がっとれば、そのままドーン。そうですぐ打てるじゃないですか。で、ここやったら、これと変わんないです。そんな